切り返しも軽いもんね、この僕ね割とこれ欲しいんですよ今。皆さんこんにちは、マットです。さあですね、先日ね発売されましたこのトライアンフから出た TRU シリーズですね。トライアンフさんの中型免許で乗れる 400cc シリーズということでですね、試乗会っていうのはなかなかね時間が限られてて、最近僕すっごい短い中で動画を撮ることがね今まで多かったですが、今回はねちょっとね割かし僕の中で好印象だったのでじっくり乗りたいなと思ってお借りしました。トライアンフさんのスピード400だと思ったでしょ、スクランブラー 400X です。いやー個人的にはねこっちの方が好きだったんですよ。やっぱりなんだろうな、動画のタイトルにも今回ねありますけど 835mm っていうシート高のね本格的な高さですから、まあ、バイクに乗り慣れた方とか大型バイクを持ってるサブバイクとしてもねめちゃくちゃ楽しいなっていうのをねここまで走ってきて思いましたのでね、まあ何はともあれ早速ねいろいろ試乗会では見えなかった部分喋りながらね試乗していきたいなと思います。それでは早速行きましょう。さあね、それではね早速乗っていきたいなと思いますけどね、シート高は結構高めなので僕でも片足ツンツンぐらいですので、スタンドね払ってから乗った方がいいですね。これ乗ってからだとスタンドが沈み込んでしまうので、一足に入れてスタンド払ってからまたがってよいしょって感じですね。やっぱり車体が軽いからこういう乗り方ができますよね。いやースピード400もね結構エンジン音良かったですけど、なんかマフラーの出方がよりライダーに近いポイントにあるので音がねこっちの方がねよく感じますね。結構ねあれなんですよ、純正マフラーですよこれ。純正マフラーでねポポポポポっていうねなんかすごいこの短気筒の音がね、重低まで行くかどうかって言われましたけど結構低音が響いたね、ポポポポポっていう音がね聞ける感じですね。いや 400cc あればね、で40馬力ぐらいですか、スタートダッシュも十分ですね。そして短気筒のいいところ、こういった風にねわりかしギアがズボラでもどんどん加速していく回転数とギアがズボラでもねどんどん加速していきますね。なんか前回はスピード400の方に結構ね気を取られちゃって、この 400X の良さをねなんか伝えきれなかったなと思ってたんですけどね、180キロって車重やっぱねクラスで言うと結構ねやっぱり軽い部類に入るのかなという感じなんですが、やっぱねなんかねこのちょっとねアップハンドルでシート高も高くて、で車格も割と本格的じゃないですかっていう、こういうね乗り味も合わさって、今回ねお借りしてきて家までね下道で帰ってくるときにすごい思ったのが、モタードみたいだなと思って、本当にどちらかというとモタードっぽいですよね。オフロードアドベンチャーとかって比較してたけど、なんか改めてこういう風にじっくり乗るとね乗り味が本当モタードちょっとしたこういうワインディングコーナーをねフロントじゃなくてこのリアから曲がってる感じとかが本当モタードなんですよね。こういう切り返しですね、わこういう感じがもう本当モタード で最後フロントを、ね、フロントがねクイッと切り込んでいく感じ、足出したくなるもんこうやっててかあれですよね、本当に都心でさ渋滞にはまる環境が多くて、それでちょっとねこう車線変えてパッパパッパね流れに乗って抜けていきたいなって思った時に、短気筒バイクってね最強なんだよねどの回転からでもやっぱ加速していくので短気筒バイク最強なんですよ。いやもう本当このコーナーの切れ込み方がモタードだね。今回ねちょっとねオフロードのフラットダートとかのダートの部分に入っていくっていうタイミングはなかったんですけど、こういったね歩道の部分とかであったりコンビニとかちょっと入ったとしてもね全然やっぱり19インチとねフロントサスペンションもねストローク量が
スピード400に比べて長くなってますから、まあそういった部分もね、合わさってね、荒れた道での走破性を良くしてるっていう感じがありますよね。そのガチガチのオフはね、ちょっと走ってみないとわかんないですけど、全然ちょっとしたダートぐらいだったら走れますし、これトラクションコントロールと、あと、ABS をオフにできるんですよね。多分ね、ABS はね、あれなんですよね。オフロードって出てきて、そこでオフにできるので、そうするとトラコンと ABS 両方勝手に切れるんですよね。あの、試乗後動画の時にてっきりね、このハンドルガードとか、ね、ハンドルバーカバーですね、とか、あと、マットガード、などなど、オプションっぽいですね、って言ったら全部これ、ヘッドライトカバーとかね、標準装備なんですね、スクランブラーモデル。すげえな。こういったモデルのこういったさ、あのハンドル、ナックルガードとかさ、ヘッドライトカバーとかってオプション品が多いじゃないですか。だけどこの辺のちょっとね、スクランブラーモデルだよねっていう、あのカスタムをしたかったらその辺の一式がね、標準装備っていうのが嬉しいなって思いますね。まあ、それでね、車体価格が込み込み80万ぐらいだと思いますんで、なかなかはお得だと思うんですよね、この車格ですし。で、もともとスクランブラーモデルがね、好きっていうのもあるんですけど、スピード400はね、どちらかというとやっぱりね、初心者の方に乗ってもらいたいなっていう思いがあるんですが、あえてね、スクランブラー 400X をね、長期借りようかなと思った理由としては、まあもうここで言っちゃいますけど、僕ね、割とこれ欲しいんですよ、今。これ欲しいんですけど、多分会社員で何も考えずにローン組める状況であったら間違いなく行ってたなーって思いますね。これの緑系が僕好きなんで、会社員で普通に買える環境だったら多分行ってたな。昔みたいにね、デートナーとか2号を買った時ぐらいに、会社員の時だったら多分普通にローン組んでましたね。じゃあ買わないのって話なんですけど、今はね、あのちょっと欲しいモデルがあるんで、そっちを買いたいなと思って、買えなかったらちょっと考えようかなっていう感じですね。で、今ちょっとねノロノロ運転だったと思うんですけど、やっぱりね、一速で、これが二速ぐらいまでかな。二速ぐらいまではね、ちょっとやっぱり回転域っていうか、これパワーが出てるモデルなので、短気筒の中でも一速二速はちょっとね、このおーおーおーっていう、なんかその短気筒特有のね、乗りにくさとまでは言わないけど、ギクシャク感が出てきてしまうなっていうのはありますね。でもね、三速からはね、もう普通に扱いやすい短気筒ですよ。もう四速からとかはね、もうね、滑らかな感じで、今は結構回転数一速で回ってたと思うんですけど、意外とそんな振動は来ないですね。まあここ高速道路乗ってどうかなっていう感じなんですが、まあ、あの下道でちょっと飛ばしながらね走ってる感じだと、高速道路の100キロ巡航で余裕そうですけどね。さあね、気になる高速走行ちょっとねしていきたいなと思いますね。さあ5速から合流していこう。6速100キロで6000回転ぐらいかな。6000回転いかないな、5000回転ぐらいですね。まずね、パワーはね全然余裕ですね。パワーは全然余裕で、振動はねやっぱり多少のね高周波振動はある感じかな。多少の高周波振動はやっぱこういうバイクなのであるんですけど、あとやっぱりスクランブラーモデルなんで車体がすっごい余裕ですね。安定感がある。今日ちょっと風強いんだけど、割とまあね、煽られないって言ったら嘘だけど、でも割と高速走行時の安定感はあるな。100キロ走行は全然問題ないですね。これまだまだね、5000回転ぐらいなんで、エンジンには余裕がありそうですね。ちょっと回してみようかな。早っはい、まあ、新東名も多分大丈夫だけど、新東名ずっと走ってると振動で疲れてくるかもしれないですね。でも全然余裕。あの250のさ4発とか250の2気筒とかで高速乗るよりは全然ね振動来ないですけど、やっぱ車体の大きさもあって、うまくね、あの振動の不快な振動は極力軽減されてるっていう感じで、直進のね安定感もある感じだと思いますよ。十分だね、これだけ走れば。あのリッタークラスの4気筒と違ってさ、こういうタイトワインティングが楽しいんですよね。こういうモデルは本当ギアをズボラに選べるんでどのね、さっきも言いましたけど、どの
回転数からどのギアからでも加速してってくれるから。動画は多分この後になりますけど、この間ね同じコースをね全くね、てか昨日ですね、あの新型の GS で走ったんですけど、 GS だと若干怖かったんですよ。凍結してたりとかして全然怖くない。まあ GS の場合はねちょっとね新品タイヤで走ってるっていうのもあるので、こうがそれもあってねちょっと慎重にはなってましたけど、もうね切り返しも軽いもんね、このちょっとこの辺は慎重にしましょう。 GS でこの辺で滑ったから。リアタイヤズルって滑ったからでね、いろいろね、あのスピード400、スクランブラー 400X、 やっぱトライアンフの動画を見てくださってる方は僕の動画多いですから、コメントをずらーっと見てて、僕はあのスクランブラーモデルを名乗るならマフラー横から出してほしかったなって言ったじゃないですか。だからコメント見て確かにそうだなと思ったんですけど、まず排熱ね、排熱問題、900はね、そんなに結構僕何回かお借りしたことあって、キャンプとかも行ったことあるんですけど、昔。900はね、そんな気にならないんだけど、1200はね、熱いんですよね、あれ。っていうのもあるし、やっぱサイドパニアケースですよね。サイドパニアケースというか、カバン、サイドバッグを使いたいんですよ、両方ともっていう人は、確かにマフラー横から出てると片方使えないしな。っていうのは確かに思いました。片方だけにバッグがついてるのが、かっこいいじゃんって思うんですけど、僕はね。まあでも両方使いたいですよっていう人もいるので、まあそういうところを考えると、確かに900とその1200でスクランブラー、横からマフラーっていうね、アイデンティティが確立されてるわけで、400はね、もうちょっとこのスクランブラーモデルの間口を広げるために、まあそういったね、ライトユースしたい方にも乗ってもらいたいってことを考えると、ああこの、ね、マフラーはここから出して正解だったのかもしれないですねって言いながら、次のさモデルチェンジとかで横から出てたら、おいって僕突っ込みますけどね。ちなみに燃料はね、あの廃屋です、もちろん。もちろん廃屋ガソリンです。なので短気筒だから、今ねこの予想してる燃費と、家帰ったら満タン走法でちょっとテロップで出そうかなっていう今回の燃費思ってるんですけど、予想としてはですね、1リッター30キロぐらい走るんじゃないかなと思ってます。 SR がね調子いいとね36とか7ぐらいまで数値を叩き出すので、 SR より回転数が高いので、 SR よりは多分燃費悪いだろうなと思ってますけど、まあ言うてもね廃屋だしね。まあでも廃屋ガソリンだとしても燃費はねいいかなと予想はしてますね。まあぜひね気になってる方、あの2台目トライアンフ検討してみませんかっていう。1台はもうバチバチに SS とかさ4気筒のこのモデルをね、スポーツモデルとか持ってたりとかして、で2台目でちょっとなんか中型ぐらいで遊べるバイクが欲しいなとか、ちょっと街乗り用のバイクが欲しいなっつったらね、ライトオフもいけるし、トライアンフの説明書って全部ねライトオフユースですって書いてあるんですよね。あのタイガーラリープロとかさ、ガチガチのオフロードで押してるモデルでもそう書いてあるから、なんでねライトユースにもおすすめだと思いますのでね、まあ、ぜひね両モデルね店頭でねぜひ乗ってもらいたいなと思います。切り返し軽と思います。ということでご視聴していただきましてありがとうございました。